すいません、あのうちのリスナーがなんか319分の1ごときにビビりまくって、ま、なんか夕方8時間打って初当たり5回引いただけなのに5回も引いたとか大げさに言ってくるんですよ。え？2000回転を回してますよね。はい、2000回転を回してるんで、どうしてそういう思考になるのかわからないんですけど、いいですか、ジャイロさん、あなたは叩かれるために生きてるんです。いやー、でももうそろそろちょっと数字理解していただけないと。あなたよりもあの病気なのはリスナーの皆さんです。ほんまに。あ、ここカットしていいんで、はい、すいませんでした。はい、お久しぶりじゃないね、パチンコの。え、アズールレーン打っちゃった。それはダメだ、やめておく、やめておこう。お兄さんはね、ちょっとそういうところは抑えていかないとって最近学んだんでね。はい、ということで、そう、本日3月4日福島区のね、野田阪神駅付近をお散歩でございます。はい、で僕ね、そう、高校時代あのウゴゴルーガって番組やったの、僕世代だったりもうちょい下までならわかるかな、あったんだけど、そこであの便器の中からこうやってプリプリ博士ってのが出てきて、僕の高校時代のあだ名プリプリ博士だったんだよね。プリプリとか呼ばれてて、はい、うん、とても恥ずかしかったけど、可愛い、今思えば可愛らしいあだ名なので、ということで今日はしっかり立ち回るために、まずは入場のももを上げて、いやこれね、マジでね、あのなんだろう、パッということで、本日押さえた台は花のケージ黄金一戦。やっぱり当たりのコースは見逃せねえと思って、他の台も見たけどギリギリ座れたから取っちゃった。172番で、しかも他のコース見てもまだ取れた。やっぱね、みんなね、ちょっと抽選には来てみるべき。ほんとあかん番号でもなんとかなるから、今日やったらめったら強い。これでもう実戦記者バシッと決まったんで、今日はもう立ち回りミスによる敗北はない、そう思っていただきたい。というわけで実戦開始まで時飛ばし。はい、ということでお気に入りのケージを打っていきたいと思います。はい、でスペックは319分の1、ラッシュとズニース 50%、 継続率は 72%、 左でラッシュを取ったら4500発が確約された後ラッシュに入ります。でラッシュ中はその4500を取った後ですけども、ラッシュ中3000発ボーナスが 33%、 1500発ボーナスが 67%、 うまく絡み合えばマジで出ます。で先読みチャンスにした場合は、待ちはもちろん先読みなんだけど、あおれの演出だったり他の演出でも先読みなしで当たることがあります。うおー、これどっちだ、入賞時じゃないよな、先読みか、一発遅れで先読みでワイブした。うおー、でこれでボタンも何も出なければチャンスだけど出ちゃうよな、っていうか当たっちゃいます。あのキャラリーチのままだ、バイブしてるんでキャラリーのままだったら当たっちゃいますね。でできればここでそんなもんで満足金予告が欲しい、赤だけだったら OK 来たね。ただあの先読みをしっかり経由してると、ここ赤しか出てません。リーチ後も弱いです、でも刺さるね、あのこんなもので満足金予告が出たら金が出るんで、そこは信頼だ。いやこれ当たるべ、でもこれ外れたらやべえよ、110赤でしかも20超えてんすよね。さすがに刑事ばっかじゃやべえかなと思って一旦はスルーしたんですけど、よかった戻ってきて、いろんな意味で言ってくれなさそう今回。ビリ、あ、いった、ビリビリ来てる、ビリビリ来てる、だから割れて。これね、あ、でこ
まだラウンドランプはつかないです。ここに弾入れないと。だからできれば一発右に打って飛ぶかどうか確認しておいた方がいいですね。特に4500引いた時は。ここで昇格したことないんだよな。多分そかなり薄いのかな。いやー 10% なさそうですね。でもただ先読みは非経由である。で多分天撃クラッシュはいかないんだよね。これでもしマークがピーンってきたら行くんやけど、でも天撃クラッシュはスーパーのこう予告が出てない時に来るんで、これはどうかな。うわ弱、これも出ないかといって、じゃあ羽のケージ行くかっつったら行かないんだよな。切れないだろうな。え？あ、びっくりした。切れるわけがねえんだけど。今のとこありえるんだったら羽のケージのみですね。でえ、嘘でしょ。金カットインなら当たり、赤だろうけど、一応これで8割強はありますけど。いやー先読み非経由、金も何もなしだから多分これは外れる、押してまいるだと思います。うん、でもやっぱスケージの後ろ姿が映ったらかなり押してまいるカットインに発展しやすいですね。ああ、金が出た。にぎやかであるな。400回転目。ただ今回も先読みがねえんだよな。お、男前ゾーンだ。4つかな、ギジニで出たから4つですね。これね、今内部でギジニをやってますね。あ、刑事だ。初めて刑事が出た。先読み経由してればだいぶ信頼できるんだけど、あの花の刑事3だと本当に当たりに絡まなかったこの男前ゾーンも今回は結構は入ったら信頼できます。服部半蔵庫、7800。え、金まで行ったんですけど、ちょっとやめてくださいよ。キシエル、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 マジで行ってる。やらない派。シャン。え、マジで言ったらやらかしてんじゃねえのこれ。今日でも押してまいるカットイン外れてから80スーパーの外してるんですよ。でキセルも外したらもう今日は本当に引きが弱いと思います。いやー、これどうだろう。ただ男前ゾーン経由してるのは悪くないです。で金まで行ってるからキセル外れるとしたら先読み非経由、それだけ。おっしゃー、本当に男前ゾーン。あのニューギーさんってゾーンが正直俺下手だと思ったの。ベルセルクにしよう何にしよう、ベルセルクの無双ゾーンか、あれもイマイチだったけど、男前ゾーンがねすっげえ面白くなってる。4500、2分の1は2回に1回引けるから4500。最近なんか2分の1、2分の1がねしっかり2回に1回来るんですよ最近。連続では来ないけど、やったーやったー。しかも前より回ってます。ちょっと落ちてきたけど、それでも
19.8 ですね、今トータル。途中 21.5 ぐらいのペースでブン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 回ってて、やべえ今日は閉店までじゃねえのと思ったけど、ちょたまでずっと打てるんで、これはもう行くしかねえと。さあ行こうか。うわ出しちゃった。はい、まあいいや、2回目は次でハマれよ。ハマるというかね、思考稼ぎたいよね。で10分の1ぐらい、まあ 9.25 ですけど、あの60回右思考して 1,2 回しか引けないってこともマジあります。花火打ってる人は特にわかるかな。あいつの外れって10分の1前後ぐらいなんですが、マジ偏るときは偏るからね。とりあえず2分の1は引けた。でダメな方だと2ラウンドできっちりって思うかもしれないけど、あのいい方を取ったら最低でも4500なので、こういう場合のへその出玉の少なさはそこまで僕は問題じゃないと思います。無双3とかはへそが300個で死ぬのに、右入ってもミニマム出玉で死んじゃうこともあるし、そこら辺があまり好きじゃなかったんだけど、うわー、はい、5回転で当たっちゃった。やべえな、思考が稼げてね。今回は刑事さんを騙さずに、あでも騙した方がいいかな、これかぶいた方がいいのか。かぶくっつったらやっぱデモ出しなんだけど、どうすかな。ただ裏返せば今いい感じで乱数掴んでるから、このまま行っても連するかな。OK、 電波よりもう電波っちまい、楽にして早く、ここは取れると思ってんだから、ここは取れる。ビシュン、バリンじゃねえよ。8テンロングへの嘘だろ。テンパイアオリ来て、あーこねー、やべえ、テンパイアオリ来た。78は止まらないっす。テンパで78左に止まって、止まんねえ、頼む、テンパって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 、嘘だろ、なんで3000の時にこれをやってくれないね。テンパり当たり、テンパり当たり、最終エンド、あーテンパね、あーデモ出しだったか、株首引きだった。今いい感じでランスを掴んでるから、震えねー、レーするかな。おい、閉まってからがあんの、閉まってからがあるんですね。シズも閉まってからだったっけ。今しんがりのしんがりで当たったんですよ。でここは宣言通りデモ出しタイムです。よく引っ掛けたな、でも取れたね。魂の声、今こそ戦の時、現状をつけに行くぞ、旗を振りかざせ、愛し合い地の果て、振り返らずに進め、愛し合い地の果て、振り返らずに進め。よし、店長に見せつける。ここはしっかりデモ出しでございます。自分の決めたルール通りに打つのが一番すっきりするんで、ちょっとじゃあ一服行ってくるか。ちょっとお手洗いもこのままで行くわ。さて行こうか。そういえば10回転目とザンホは3000がねえな。当たったのこれ、えガセンの8ね、左に8止まって、あテンパんねえのお前、じゃあなんであんなに止まんねえんだよお前、俺もモロだと思ったじゃねえか。あーここここここ、あーちょっと待ってくださいよ、なんでせめてテンパれよ。あテンパったら当たりか、8はちょっと待って、ちょっと待って、止まれ、あーおー今度こそ、今度こそ、あーうおー、きたー、3000取ってろ、取ってねえか。確かねここに入る時でもビシュンあったはずなんだけど、で10回転目、要は電サポが切れた状態で右で当てても3000ないんすよね。そうそうそう、最終変動はもう電サポがない状態で揃っちゃうんで、だから1から9回転目でぶっ刺さないと3000のチャンスはなし。いやもう俺こいつの右100回転は優に消化してるけど、
初めて左に8止まったん、あ、2回目か。1回目の時は3回転目か4回転目に左だったんで、煽った時点で当たりって状況じゃない時は初めて止まった。いいんですよ刑事さん、そこですよ、バチコン刑事さん、ここです、ここです、ここです、ロン、ちょっとね、変動長くなろう、左だけ止まって、1回転遅いけど当たってる、きっと当たってる、ちょっと刑事さん、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 オッケーオッケー、いいよいいよいいよ、刑事さん、そこです、そこだ、あれなんかある、切る、そんなのあるんですか、そんなのあるんですね、なんかゆらゆらしてると思ったら、ただあ今煽りガセから当たったけど、煽りガセから当たる可能性はかなり薄いと思います。一風の音も誰にも邪魔させない、描いた夢、歌舞伎ものの生き様、この出会い秋をこれで打っとく、バーン、いいんですよ1回転目でも、いいんですよ2回転目でも、赤堀を見たいです、刑事さん、刑事さん、ここですよ、ここ 3,4 回転、あんぎゃー、あんぎゃ、テンパって3、3、3球の3、3球の3、おい、おおビシュンをやってみたい、ビシュンを、これあれカスタマイザー有効なのかな、電撃アップのアイスになるとテンパイの方向予告でね、テンパるまでは何もなくていい派なんですよね、昔のパチンコもそうだったし、さあ刑事さん、刑事さん、保留で当たってていいんですよ、おお、行ったべ、行ったべ、ビシュン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 、バリーンじゃなくてビシュン、あ、すいません、パ、ビシュンとか贅沢行ったからかな、お、お、いいよいいよ、やる気満々、やる気満々、花のケージ、3回でも頼む、頼む、ここで、あー、ここのね、脳汁出したいんだよ俺、5、7、7、7、左に7、左に7、6、1、やった、うっそん、オッケーオッケー、 1が2回転の連続できたからテンパります、すいませんでした、お願いします、お願いお願い、間違ってて、これ最終エンドがテンパれ、テンパったことねえんだよな、10回転目また来ねえから、ビシュビシュビシュっつって、あれビシュビシュビシュ、ジュンロリアーな、超楽しかった、超楽しかった、今次はすいません、次入ったら置きパシやろうか、じゃあジャイロ技研のジャイロです、ね、カスタマイズなんだけど電撃アップはね入れない方が絶対面白いです、この台は先読みチャンスは入れなくてもいいとは思うけど、個人的には先読みなしが欲しかったね、ちょっとこっからデフォでやってみようか、あの弱い先読みが出ちゃうだけでもう保留消化前に諦めちゃうとこが嫌なんですよね、なったらもう先読みなしの方がいい、で先読みがもしなしがあったらこれ今ちょうど出てくれた、これがねすげえ興奮できると思うの、いかね一回転一回転が純粋に楽しめる、ここでさ弱い先読み出るともう保留全滅したから4回転分楽しみが薄れちゃうんですよね、で今メーカーさんってあのしっかり疑似さんに意味持たせてきてるし、特にニューギンさんの台はゴジラもそうだし、特に昨年出た台のニューギンさんの台の中でダルマッシュとゴジラはかなり評価してて、特にゴジラは疑似さんに意味があったんですよね、疑似さんする前に先読みで殺されたくない、台さんやニューギンさんは入り口はまず赤でそっから金を持ってくるってことが結構割とあるんで、そうなると金赤が生きてくるんですよね、だからこそ先読みで先にあこの赤ダメな赤だって分かっちゃうのがもったいないと俺は思ってるんですよ、
ただこれは僕の好みであって、やっぱ先読み欲しいって人もいるだろうし、先読みなしというのは先読みチャンス、先読み激アツの3つだけでいいと思う。ダンベルもね、やっぱ先読みなしが一番面白いんですよ。どうなってくかなって。あら、これがね、これが先読みカスタムしてて出てたらうおーってなった。お、あ、ゾーン入んねえのかよ。鼻か、入った。チャンスですね。緑ボタンからギジってるから、ロングリッシュ中に、あれ、ジャックリッシュ中にギジさんすると思われます。オッケー、ちょっと見ていこう。おお、超斬撃ギジ、これでも5割ですね。え、嘘でしょ。じゃあケイジさん、ケイジさん、そんなもので満足かねって言ってよ。ガコガコ、どやねんこれ。リーチ5、うわ弱っ。これはダメでしょうね。さっき読みチャンスだったら死ねる瞬間だったのやっぱね、カスタム切った後もしばらくはね、うおってなっちゃう。で、今考えてるのが天劇クラッシュ。先読みは経由で天劇クラッシュ発行したら激アツなんですけど、その分先読みなしの時にこいつが発行しても多分ダメだろうなって思っちゃうんですよ。つか天劇グフラ、あ、来た来た来た、これこれこれ行くんじゃねえのって思えるんですよ。行けよ、ほら、これが行きますね。先読みカスタム切ってると。お、ボタンたくさんですよ。おお、これ先読みやつにしてたら、もうあの時点でボタンがたくさん連なった時点で激アツでしたけど、先読みやつではないで、なんでボタン出ないの。でも先読みの段階で赤は保留だったらちょっと当たってくれよ。はい、おお、花な、おお、やべ、先読みやつだったらってやっぱ思っちゃうけど、あ、注意ね。今ギジニーなのでキャラ系行ってギジニーできればここでもうビシュビシュって来てほしいけど、緑ボタン出ますね。なぜなら内容が強いからです。青じゃなくて緑ボタンが出るって言ったのも、もう内容が強いから言います。これぐらい先読みできて当たり前です。リーチ5ボタン、なん、ここだけ激下がるの。いや、でも先読み系統は強いから、赤ふすま OK。 あとはできれば前半で赤イルミ、できれば緑ボタン。やべえ、これキセル出なさそう。あ、キセル出ねえかな。でもボタン出ただけよし。あ、いたいた、とどめですね。今回はボタンが出ない、出て青、出て緑で、緑ボタンがめちゃくちゃ出にくいです。あそこのね、どうだろう、今回は言ってくれなさそうだけど、ここ、震えて震えて震えて、止まんないで止まんないで、そこで震え、ブーンブーン、やった。でも 50% ってやっぱこうなんですよね。2連続で引くのはどっちなかなか難しい。逆に5面ボーナス2連続もやっぱ難しいですよ。5面ボーナス2連続で引かなかったら死刑って言われたら多分引けないんですよ。ラウンドナンバー見ていない。青ボタン以外出る、で、青ボタン以外だったら行くのかな。あれ、あれ、今ラウンドナンバー見ちゃったけど、これ10じゃねえの。え、うおお、初めて、す、2連続で引いちゃったすいません、すいません、本当すいません。飯行こう、飯って決めてたし、桶狭間で中敷きを取ってまいります。は
いでは出ないですけども、今日もここが当たりのようで、もうリゼルト無双砲は座れなかったんですけど、ガロとケイジがね、前回打った時より同じかもうちょいいいかなって思ったんですけど、1020超えております。でスロットが、でスマスロの手前が全部鏡なんでね、やっぱ今んとこここ、あバルブレイブもここ出てますね、あと奥も出てますね。バルブレイブ今日は本当土曜なんですけど、全体的にパチンコもスロットも強いです。もう2時ですけど、まずそこから勝ち盛り3箱と有明から4箱5箱でカバネリ全部1箱以上持ってます。まだに今2時半ですね。前科もね、ここは奥にあるのが、うわ何これ、2箱1箱2箱1箱2箱、今日やったら強いんだけど、ここももうドル箱持ってるでしょ。ここ前科もね、やべえよこれ、何これ、うわ犬もちょっとカム歩くの大変でしょ、カメラこんだけ出てると。で置き時で、うわレールがもうすげえな、おい、え今日土曜日だよ、普通はちょっと落とすもんだけど、レールガン置き時、置き時4箱もう4箱4時間足らずで4箱出てる台がこれだけあるとか、さっき3箱だから4箱持ってた人のやつだよね、8箱ぐらいあるから万枚レベルいってるね、やべえな、おい、あの本当両番だったらパチンコの当たり島行くか、バイオ、養女、スマスロ、マイジャグ、遅い番号では一般入場でもアイムやハッピー、花火 VS あたり狙えば行けるんで、あとつなぎでってもいいんですよね、花火とか、すっげえ。じゃあ戻りますか、じゃあ行きます。で基本的に蝶々の種類と色に注目です。蝶変動回主人蝶来い、こね3、4回、あーこね引かれや、天敗煽りか、でも蝶が出てないから煽りかせか、煽りかせ癖、いや長いな、リーチになってる癖、あー煽りかせか、あ蝶が1匹1匹で天敗煽り以上が濃厚っぽいんで、残り8や7の時に蝶が出たら多分刺さります。嫌いなんだよこのモード、あー蝶も出てこね、うわー、うおーやった最後の10回転目で当たってました。で10回転目で当たったんで3000はないですね、8だったか、8だったら今あれ普通のラッシュが出たら超興奮できたな、左に8 8 8、ガセないでガセないでって言って、左8はガセることあるんでね、今日ガセた時ほんとびっくりした、長い、でも超は出ない、ここはフラッシュしなかったね、超出ろ、よっしゃ今長かった、出なかったけど、だから今2秒長ければ天敗煽り状態になってるんで、残り8残り7の時に変動長くなったら激アツ、よっしゃよっしゃ、保留連かこれは、あ違うか、どっちでもいいか、ああそうだね、まあ、無限だね、あフリー、危ない、今当たるかと思っちゃった、あ当たんない、当たんない、当たらない、あ刺さりそう、お刺さんね、 OK 四股詰めた、ナイス、長いね、テンパイ煽りで外れくせえな、2秒経った後に蝶が出たらチャンス、あーで蝶出てこねえからテンパイ煽りかすか、長くなれ、もしか蝶出ろ、うわロン長くなってんと、あーダメか、どうだ、蝶が1匹だと多分テンパイ煽りかせかな、あどっか行っちゃった、光れ、ここが光っても激アツ、もう1匹来い、もう1匹来い、あーダメだテンパイ煽りかせか、2匹来た、これ多分テンパイです、ライブでもう1
嘘だろお前、2匹でもテンパじゃないことあのライブで。開け、開いてよ。1匹じゃダメか。6連ちゃんです。トータルでギャラいくらかな。どうしてみろ。最後の掘りで当たんねえかな。当たんねえか。はい、ということで最後大失速しての、やっぱ右は健康一滴の方が僕好みですね。左はやっぱりあの全ての演出の、まあ、金だったりゾーンだったりの、ね、信頼度がかなり高くなっているため、731回転回して多分当たりそうなの1個も来なかったんじゃないかな。なのでこういうこともありますけど、僕的には当たらないスーパーをたくさん見せられるよりはこっちの方がいいんだよね。はい、といったところでエンディングへ。まあ今夕方6時過ぎなんですね。まあ8時間お昼取ったから7時間打って初当たり3回。どうせ言われるのはでもラッシュに買い取って6連チャン7連チャンで強いじゃないですか。ちょっとパチンコの兄さんまた頭に来ちゃってる。煽りコメントに最近慣れてきたけど、また脳内で幻想バトルが始まってるんだ今。気をつけてほしい。はい、でね、あのね、319ごときなんですよ。20年前、25年前、あの4号機時代は315分の1、 50% 確定の台ばっかだったんですけど、お兄さんから行かせてもらうと卑屈になりすぎてる今のパチンカスの皆さんは。あのね、U タイムがあった頃の台、あいつらのせいで319が引けないってイメージができちゃったと思うんだよね。ガロ月光だったり北斗無双3だったり、ここら辺220ぐらいしか1時間あたりは回らなくて、回らないから確率分回すのに1時間半ぐらいかかる。2倍ハマったら3時間、このせいで重く感じてたと思うんだけど、今の台は結構早いのが増えてるんで、そこら辺はあ、結構319って引けるなって感覚になってきてると思います。僕も実際そうですしね。実際は500以上ハマる可能性がまあ 20% ちょいしかないんでね、基本的には500回転以内に当たるもんだと思って打ってみるのと、その500回転を目安にしてミドルと付き合っていくといいのかなと思います。で、工夫していけばまだまだ戦えるし遊べるし勝つこともできると思うんでね、ぜひとも皆さん今後も一緒にパチンコ楽しんでいきましょう。というわけで今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。さよなら。